はい皆さん、毎毎度度。はい、しばちゃん先生毎度毎度ねしばちゃん先生んちシャンプーカットのお客さんの割合っていうのはどうだろう減りつつあるのかなまあ、値上げ後ねそんで、まあ、新たに、まあ、できた早割りカット まあね、まあ簡単なカットこれうちもね早割りカットまあ簡単なカットいろんなねどうやって書こうかなって考えて結局出てきたのが敬意なカットの場合っていうの敬意 <laughs> いやそのぐらいしか適当な言葉を思いつかなかったねいやそこに行くのにもねその言葉が出てくるまでね数日かかったと思うどうしようかなって簡単なカットとかまあいろいろ考えてね <laughs> あとお店によったらメンテナンスカットって言ってるお店もあるよね。まあ、どっちにしろねカットの内容によったら手間ってのが大きく違うってやっぱりどこの店でもね思い出してるよね。あとお客さんの層にもよるけどね本当にあの1円でも余計に出したくない、まあ、そういう方ってのは本当にメニュー表をじっくり見てねそのメニュー表の本当にこの隙間を狙ってくるっていうの だからバッサリ切るんだけど簡単にバッサリ切ってくださいみたいにねだから簡単なカットでいいですみたいにねそういうこと言う人いないだろうと思うけど忘れた頃にやってくんだよねだからうちの今ちょっとメニュー表の値段見たけど「軽意なカット割引あり」って書いてあったような気がして敬意なカットという商品が安くやってるんじゃなくて軽意な場合 を持って安くするみたいいに書き換えないと敬意なと場合割引ありって書かないとまたいちいち説明するのめんどくさいしもう今そんなこと言ってくる人いないと思うけど災害は忘れた頃やっっってててくるって言ってね <laughs> あと美容師さんもねあのやってる方が年齢、ね、上がってくるとねそうなめたお客さんってない,いないけどねやっぱり20代とか30代前半ぐらいだとねお客さんがね美容師小バカにしてくるからね。 あとクーポンね、割引券ね、配信にしました。うちももうとっくに配信にしちゃったね。あんまりメリットないんじゃないかね。ハンコンね、50個とか30個貯まるとね、500円割引とか言ってね。そういうのはやっぱり面倒くさいしねえ。皆さんやめたがってると思うんだよね。でもやめたいんだけど、やなんかどうやってやめていいんだかわかんねえから、なんかダラダラ続けてて。 もうそういうそいい時代じゃないんじゃゃねえんなの <laughs> アメリカは逆にそんなクーポンとか割引券なんかこっちが出さないでお客さんがチップ払うじねそういう時代にとっくになってたんじゃないかなと思うけどこれちょっと分かんないねアメリカがあのクーポンとか割引券出してたかちょっと分かんないね <laughs> だけどチップ出すのが当たり前の国っつうのはアメリカあたりだとね日本 <laughs> 比べたらやっぱね、やっぱ違うよね <laughs>。あと、昨日ちょっと男のお客さんと、まあ、話したんだけどね、男のお客さんは宿毛矯正、その方はいつもうちに来てるんだけど、あと、忙しいから、ほら、カットはさ、その人、駅のそばに住んでから、まあ、近所でんち,ゃちゃらちゃらって切ってくるんで、いつもね。で、その時話聞いたら、なんか駅の方の床屋さんがどんどん値上げになって、なんか5000円でおすりがちょっとしか来なくなってきてるって言ったよね。ひげすりなんか するかしねえかでいくらって聞いたら300円とか、うん、でやっぱり基本料金自体が上がってきてるようなこと言ってるよね。ここでねひげ剃り300円やんなきゃ300円割り引くっていうけどまあいくらから300円引くんだかしんだけど結構4000、ね、何百円が300円安くなるぐらい結局ひげ剃りしようがしまいが手間は一緒っていう感じだよね。だただ単にひげ剃りだけやるんだったら300円じゃバカらしくてやってらんないよね。 はい動画の方はね初めてのお客様かなこれお兄さん来てるのねちょっと分かんないけどあともう一人ロングの女の子が来るけどこれやっぱり切りっぱなし系の達するカットいや仕事になんなかったねこれはね <laughs> ま特別割引対象になってたねええこんで終わりって言ったらうんっつうんだよねで自分もちょっと心配だったから聞いたらうんっつうからああまあ なんかあったら後ででおいでとその時はまた料金発生するよってことをちゃんと伝えて、まあ、返したけど、うん、で自分もちょっとほら準備してあげたんだよねそしたら髪の毛がすごく多いんだよねいや本当にこれでいいのかだか,だかと本人が何考えてたかね本人切りたくなかったのかな切りたくないけど無理やり切ってこいって言われたのかなこれ施設の子なんだよねでまあまあ特別割引で返して また来るだろうと、ううお,じおじさんだましたんでね、あれ必ずもう一回来るやんって言ったら、で今んところ来ないね、一週間以上経ってるけどね、<laughs> ちょっと、うんだね、はい、お疲れ様でした。